はいどうもみなさん、こんにちは。愛と聖書と人ナと LGBTQ+, プラス、えー、新しいシリーズ、新宿二丁目の文化人類学というですね。あのこちら、以前紹介したあ、カミングアウトという本を書いた砂川秀樹さんという人の本で、えー、2015年、太郎二郎社エディタスっていうね、えー、出版社から出てるんですけど、あのね、これ、 結構学術的な本なんですね。で、あの、多分、なんか学術論文のリライトみたいなことなんじゃないかな。結構ソリッドな研究で。で、あの、砂川秀樹さんは、えっと、だから、確かご自身がゲイで、えー、あれなんじゃないかな、その、あの、新宿2丁目の、えっと、人たちと一緒に、あの、 東京のプライドパレードとかのその最初期っていうかねあの初期から関わってらっしゃるだからある種こう産業研究みたいな形のえっ、ー、と本でなんだろうなこれがあのまたその今までのそのジェンダー論とかあのなんだろうなそうですね聖書がどう言ってるかみたいな話もしましたしジェンダー論も話しましたし、まあ、これからも話していきますけども あのこちらの本が、ちょっと僕は、何て言うのかな、なんか他に替えがきかない本っていうか、いわゆるね、だから、そのゲイカルチャーというのかな、あの日本の,そのいわゆるこうゲイタウンの、まあ、一番大きなゲイ,ゲイタウンであり、多分、もしかしたらアジアで一番大きなゲイタウンかもしれないですね、その、えー、新宿2丁目というのはね。で、えっと、その、 新宿二丁目って何なのみたいな話ってのが、あの、これがさ、その、僕も正直分かってないの。んで、っていうのが、あの、要はそのゲイタウンってさ、本当にこう、性的少数者の人が、あの、安心していれる居場所なんで、その、僕はシスヘテロって言って、えっ、ー、と、シスっていうのはトランスではない。 ね、生物学的な性と性自認が一致しており、えー、ヘテロっていうのは、ホモセクシュアルではない。えー、つまり、えーと、ゲイでもレズビアンでもないと、えー。異性愛者っていうのが、まあ、ヘテロってことなんですけど、まあ、シスヘテロ。 まあ、あの、ストレート。まあまあ、ストレートっていう言い方が、まあ、森山さんっていう人が言ってるけど、なんか、ストレートっていう言い方が、また実は、まあ僕も言っちゃうしな、今までも言ってきたと思うんだけど、ストレートって、その、LGBTQ プラスの方からすると、何ていうの、じゃあ、私たちはカーブなのみたいに思うんだって。 フォークなのみたいな。ね。だから、その、ストレートはまっすぐで、私たちは曲がってんのかみたいに思うこともあるよ、みたいなのをどっかで書いてて、あ、なるほどなと。だから、まあまあだから、シスヘテロっていうふうに言うのが多分いいんですよ。だけど、シスヘテロっていうのは、本当にこう、性的少数者の人は当事者性があるから、知識もあるし、勉強もしてきてるから、シスヘテロってシスヘテロだと思えるんだけど、特に、あのー、 いわゆる、まあま、マジョリティの人ですよね。多くの、ま、人口の9割ぐらいを占めるシスヘテロの人は、シスヘテロって何なのっていうのが分かんないわけですよ。ね、だから、ね、急に専門用語とかやめてくれるみたいになっちゃう。で、まあ、それが実はマイクロアグレッションなんだけど、いろいろ入り組んでんだわ。でもまあ、僕はだからシスヘテロです。話を戻すと。で、あの、まあ、シスヘテロってね、えー、っと、 だから、姿生徒の男性の僕がね、その、新宿二丁目になんかねいい、行くとか、えっ、ー、と、そこのバーで飲むとかって、なんか、その、えっ、ー、と、荒いの人が行く場所じゃないだろうなというのがあるの。で、うん、それはまあ、当事者の方というか、まあ、新宿二丁目を居場所としてらっしゃる方と話しても、なんかだってさ、そこで、はそこに彼ら、 彼女らがいる理由っていうのが、その、ここに、ここでは、いわゆるこう、この外の世界では、ね、異性愛規範と男女二分法があるから、男と女が手を繋いでたらカップル、あるいは夫婦という記号があってさで、男性同士で集まれば、ね、タイプの好みの女の話をしたり、好みの女性の話をしたり、あるいは彼女いるの、いないの、女性同士で、えー、集まれば、えー、タイプの 男性の話をしたり、えー、彼氏いるのいないの。ね。こうなるわけじゃん。だけど、こ、この世界とは全然違う、そ、その、いわゆる9割のシスヘテロのための、ね。えー、この社会で、ファミレスで、ね。えー、っと、なんかサイゼリアでゲイ同士で、いや、私は本当に、あの、トキの松岡君が一番いいのよね。タイプなんだよね。とかって言ってたら、なんかその、小耳に挟んだ人からしたら、 なんか違和感があって、ジロジロ見られたりとか、あるいはまあまあ、一番わかりやすいのね、男性同士で手をつなぐとかいう文化は、えー、まあ韓国とかエチオピアには普通にゲイとか関係なくあるんだけど、日本にはないから、まあホモソーシャルなね、社会なんでね。だから、あの、二度見されたりとかね。でもそれがない、いわゆるこう、ユートピア、アジールというかね。まあそういう新宿二丁目なので、なんかシスヘテロ男性の僕からすると、あのー、なんていうかな。 あうん、その、直接的に観察できないんですよね。だけど、これを、じゃあ知りたいと、なんで僕が思うかというと、それはいわゆる、なんか、魔境を除くとか、そういうことじゃないのよ。なんか、つまり、世間ってさ、そういう風にさ、新宿二丁目を考えているからこそ、 まあ、おねえ文化というかね。だからまあ、一光さんとかさ、そういう、まあ、どんだけ的なやつとか、<laughs> あのー、ね、まあ、まあ、マツコデラックスさんとか、まあ、新宿二丁目を、うん、ホームにしてる芸能人たちがいて、またそのマスコミが新宿二丁目を描くときに、すごくギガ、ギガ化された、なんか怖いものを覗きたいみたいな、そういう後期の目で見るっていうかね。で、そういうもの が、うんが、僕はそういうことで興味があるのではなく、あの、なんだろうな、えっと、そうそう、ここを、新宿2丁目というものの存在を知ることで、逆に言えば、マジョリティである我々が享受している特権について自覚的になれるみたいな、なんかそういうことってあると思うのよ。なんていうのかな、例えばじゃあさ、よくある、 えっと、まあね、伊藤朝さんとかね、本に書いてらっしゃるけど、あの、なんだっけ、なんとかダーク、インザダークみたいなさ、その、えー、っと、いわゆるし、えー、視覚障害者に擬似的になれる場所みたいなのが東京にあって、で、そこに行くときに、あ、見えるってすげえことなんだな。そしてまた、見えないということもまたすごいことなんだな、みたいな。なんか、あの、教会がさ、なんか、あちら側とこちら側っていうんじゃなくて、 えっと、そこが、うんー、なんていうかな、豊かになるというのかな、世界が。あるいは、まあ、ま、車、椅子、バスケとかをね、体験してみるとかもそうですけど、で、あの、気をつけなきゃいけないのは、その LGBT、つまり性的少数者というのは、障害でもないし、病気でもない。これは本当にそうなの。だけど、マジョリティ、マイノリティで言うと、やっぱりマ、マジョリティのために社会というのは設計されてるから、そのマイノリティの方々が、ね、 なんていうかな、こう、やむにやまれずというか、その自分のね、実存をかけて作ってきた文化であり、町なわけですよ。で、そういったものがどんなものなのかってことを知ることは、まあ僕にとって荒いである、僕にとって非常に有益な情報だったので、ちょっと皆さんに共有したいなと思ったんですね。じゃあ最初の引用に行きます。えー、4ページです。しかし当時、あ、括弧。 あるいは今でもそうかもしれないが、マスコミや一部の研究者が描く二丁目のゲイバーのイメージは、禁断の園であり、カッコつき、一般の人とは異なる人が集まる場所、あるいは普段の生活とは完全に切り離された場所で、いかがわしい性的な空間、セクシュアルな空間、カッコつき、ね、カッコつきのね、だったと。一方、私自身が砂川さんですね。 で、砂川さん自身が通う中で、まあだから、砂川さんは、だからゲイなんですね。はいはいはい。なんか、あの、曖昧な、まあ、カミングアウトしてるから、アウティングではないんですけど、あの、ね、私自身が、砂川さんは、まあ、産業観察というか、自分自身がゲイとしてゲイバーに通う中で経験した。で、それを研究、ね、えー、っと、当事者研究的に研究したのがこの本なんですけど、で一方、 私自身が通う中で経験していた新宿二丁目は、時に孤独感を癒してくれる居場所であり、困った時に助けられたネットワークが存在し、ゲイとして生きていくことの意味を考えるきっかけを与えてくれた場所だった。だからすごい、その、同性異無なんだよね。 あの、いわゆるこうゲイタウンに対する世間の目っていうのが、まあ、あるいは今でもそうかもしれないがって砂川さん書いてるけど、いわゆるこう、なんか魔境っていうのかな。うん、なんか、ね、すごいもうもうもう、主治肉林みたいなさ、なんか <laughs>、もう <laughs>、発展場盛り場みたいな。なんかそういうふうに理解、ね、一般の人はある種の、その、えっと、まあ、偏見もものすごく混ざってるんですけど、そういうものとしてゲイ、 タウンを見てきたという歴史があるんですよでもそれもまあ変わりつつはあるんですよ。例えばまあ最近で言うとミッドナイトスワンというですねあの素晴らしい映画がありまして草薙くんがねあのゲイの役を演じててでそこではやっぱり二丁目の文化というのかな二丁目というものがいかにあの彼ですよねだからまあ彼はだからあの草薙くんはトランス女性なんだよねうん。 トランス女性なんだけどその彼の実存というものをその救済してくれる、うん、ホームがそこにあるということがしっかり描かれててそれはなんかおかま気持ち悪いみたいなそういう差別偏見っていうのはそこにはなくっていうまあその描かれ方は本当に変わってきてるんで偏見っていうのは少なくなってきてるだけどまだまだその新宿2丁目といえばなんかわからないがゆえの偏見というのか ね、だから一般の人が考えるそのまあ、カッコつきの一般の人が考えるというかシスヘテロが考える新宿2丁目っていうものと実際の新宿2丁目が実は全く違うみたいなさだからもうあまりにも分からないものってそういうもんってあるじゃないなんか教会に一度も足を踏み入れたことのない人がさもしかしたら教会って毎週礼拝で小ヤの血をねあの飲んだりとかしてるって思って <と>か <laughs> あ<の> <laughs> まあ今そんな人はいないと思うけどでも分からないものって結構そういうとこないなんかうんでなんかベールに包まれてるっていうかででそのベールに包まれたままでも別にいいんだよだけどそのんとその分からなさっていうのが極まっちゃうとすごい偏見の温床になるじゃないですかでまあ砂川さんがこの新宿2丁目というものを まさに文化人類学的に解析していったときに、世間の人が考えているようなものではまずないと。だけど、こういう面があって、こういう面があって、こういう面があるから、ね、性的少数者の人にとってゲイタウンというのは、実はすごく必要なもので、ということを、まあ、て言うかな、丁寧に、うんと、解説した本がこちらになってるんですね。こちらの本になってるんですね。えー、131、結構飛びますけど、 えー、131ページまた米国では日本よりも早くそのようなコモン過去コモンズの働きを意識しつつ住宅開発が行われてきた集合住宅のガバナンスの研究を行っている政治学者武井隆人によると、えー、米国においてはコモンと言われる広場公園、えー、街路、ね、街の道街路はもちろんのこと 時には遊歩道、故障、湖や沼ですね、えー、給料、丘ですね、えー、テニスコート、プール、ゴルフコース等にまで及ぶ広大な共有領域を持つ。えー、これは CID という概念らしいんですけど、Common Interest Development っていうんですけど、だから共通の 関心を持った開発とでも呼んだらいいのかなだから CID と呼ばれる集合住宅が皆、えー、が生活したいと願望するユートピアとしての側面を持つようになっているというこれ武井さんの2005年の研究から武井はこの CID を維持するための住民による共同統治システムである CID 体制 かっこ CID regime って言うんですけど、CID 体制を個人主義的共同体主義の具体像として商与している。まあ、素晴らしいものだと言ってると、竹井さんをね。まあ、これちょっと難しい、こう、ちょっと社会学的な概念もあって、まあ僕もちょっと社会学の専門家ではないので。 あの、間違うことも言うかもしれませんが、あの、要するに、その、砂川さんがここで展開している議論というのは、えっ、ー、と、新宿二丁目っていうのがすごく、その、個人主義的共同体主義と武井さんが呼んでいるものにかなり近いんじゃないかっていう分析をしてるんですよ。だから、まあ、えー、と個人主義と共同って、 主体主義っていうのかな。うんとまあ、だからコミュニタリアンとリバタリアン論争っていうのがあるんですけど、いわゆる今の社会って、その、えっと、まあ、ね、サッチャーは、えー、社会などというものはない。there is no, there is no such things as society って言ったんですけど、えー、でも、やっぱり社会というものはあるんですね。で、だから新自由主義のテーゼって、社会などというものはないっていうのがテーゼなんですよ。 だから、新自由主義者のマーガレット・サッチャーは、there is no such things as society って言ったわけですよね、えー。社会なんてものはない。だから、個人だけがあると。これが新自由主義。で、それに対して、コミュニタリアンという人たちがいて、この人たちは共同体主義。えー、共同体というものがまずあってで、その中でしか個人は存在できないんだよと。だから、共同体主義の人は、やっぱ、えー なんだろうかなあのー、再分配ということを強調するし、えー、個人主義、また新自由主義の人は再分配は必要ないと。ね。それぞれが自助努力、努力していくべきだという。ね。この論争っていうのはずっとあってね。で、えっ、ー、と、だけど、実は個人主義的共同体主義っていうものも、実はアメリカにはあるんだよと。これが CID ル・リジームという形で表されてって。で、この竹井さんの、えー、分析によると、いわゆるその、 まあこれはさ、本当に、あの、特ビルのアメリカの民主主義とかにも描かれているものの伝統でもあるんだけど、なんかアメリカってさ、その行政がすごい小さな政府でちって言うんだけど、結構、そのコモンってのがあるんだよ。だから、あの、そのコミュニティのルールって結構ガチガチに決められてたりするわけ。だから壁をね、好きな色に塗っちゃいけないとかあるのよ。あと芝生をボ々ボに生やしたら、 あえっと、退去しないといいとけないなぜならば、このコミュニティというのは全員が脂肪をきれいにしていることで、みんなが快適なコミュニティなんだから、みたいな、そういうコモンの概念があって、で、その中には広場、公園、ね、そして道もはもちろん、テニスコートとかプールとかゴルフコース等にまで及ぶ、そのこのコミュニティ、この区画に住む住人っていうのが、一つのこういう生活したいよねっていうコンセンサスで集まって、で、それは行政が上から決めるものではなくて、 一人一人の個人が、えー、こういうことをしたいよねって集まった結果、ある種、まあ、契約的な概念によって、ねえー、そこに参加する人たちがあなたはインするのかあ、えー、インしないのか。で、インした人はこのルールを守ろうよと、プールをきれいに保とうよと、えー、ゴルフ場の,、ね、その芝刈りを担当しようよと。まあ、そういった形でコモンズを、ね、維持していくという文化が、えー、欧米にはあるんですね。 で、日本はすごくそれが少ないと言われている。だから日本ってすごく住宅に統一感がないわけだよね。で、えっと、まあ、それが、まあ、どっちがどいいとか悪いとかっていうよりも文化の違いで、だけど、この個人主義的共同体主義っていうのは、すごく可能性を秘めた概念なわけですよ。 あの今この価値観が多様する21世紀そしてポストモダ,モダンの世界で共同体を立ち上がらせようとすると割と昔のやり方じゃやっぱりうまくいかないねっていうそのジレンマをもしかしたらこの個人主義的共同体主義が解いていくかもしれないっていうことを武井さんは考えた。 わけだねで、えっとこの武井さんのこの議論を引いて砂川さんは、実は新宿2丁目ってある種個人主義的共同体主義なんだってことを言ってるんだよね。だから新宿2丁目ってさ、その僕が知る限り政府は関わってないわけね。えっとだから政府がこ,のここは東京の中で特区ですとかって言ってないでしょ。 だけど、えーっと、そのゲイバーとかが自然に集まってきて、その中で界隈のルールというものができて、で誰がなんか代表役員とかその理事会を作ってとかっていう形じゃないんだけど、その中でこういろんな微調整を繰り返していきながら今の形になっててで、それぞれの持ち出しでこの共同体を支えていこうという意識があるんですよ。でまあ、僕その、ね、あのゲイの、ね、当事者の友達とかもその2丁目よく行くんですよ。 でそれは、まあ、それはそのセックスをするためだと思ってるとしたら、それはシスヘテルの偏見で、そうじゃなくて、そのね、ジャニーズだったらどの,ど,れ、えー、どの人がタイプっていうのを、ね、男同士で、まあ、ゲイの男性同士で語り合える場所っていうのが外の世界にはないから、だから,、ね、あのだから男性、ゲイ同士が彼氏できたとか、えー、そういう話ができない、ね、外の世界にはそういう息が吸える場所がないから、息が吸える場所に飲みに行くわけですよ。 で、だからそ、そこで、そのあのもちろん、そこで彼氏を発見したりとか、ね、ゲイの方だったら、ね、レズビアンの方だったら、彼女を発見したりとか、あるいはパンセクシャルの方だったら、性別に関わらず人間として愛し合えるパートナーを発見したりとか、そういったことももちろんたくさん起こりますよね。なぜなら、外の世界のように自分のセクシュアリティ、ね、実存を隠す必要がないから。 で、えっと、その方が言ってたのは、やっぱり、あの、すごい金かかると、正直。だけど、これ、私たちがお金落とさないと、二丁目維持できないからね、っていうことを言ってたんですよ。だから、ある種の会費みたいなものとして、通ってるっていうのがあって。で、これってまさに、個人主義的共同体主義の、もう、ま、もう、なんていうの、もう、うんと、典型なんですよね。それぞれの持ち合いによって、公金が入るんではなくて、えー、やっていくっていうね。あるいは、私企業がそれで儲けてるとかって,っていうことでもなくて、 すごく実は新宿二丁目ってこういうそういうその社会学的というのか、えー、まあ砂川さんは文化人類学っていうフレーミングでかかっ語ってるんだけどそういう面白さもあるよねって話なんだよね、えー、次274から275結構飛びますね、えー、戦国時代から江戸時代にかけて難色と呼ばれ多くの言説が書き残されている 男性同性間のセクシュアリティが現在と全く異質なものであることの理由としてまず第一に男性同性間だけでの問題でなく問題ではなく男女間も含めたセクシュアリティ全体の枠組みが今の時代と異なっていることを挙げることができる佐伯順子は男女,え男女関係も含め当時のそのような関係性は色 という概念で捉えられていたものであり。江戸明治以降に導入された愛と大きく異なることを指摘している。これ、佐伯さんの1998年の研究ですね。で、あのまあ、どういうことかって言うと、そのいわゆる、まあ、皆さんもご存知。その近代以前のさ、日本って割とこう。同性愛に寛容だったみたいなことが言われるわけよね。 で、まあ、戦国武将とかは結構ね、男性を囲ってたりとか、織田信長と森蘭丸とかあるわけですよ。で、えっ、ー、と、そういう伝統っていうのが実はあって、で、まあ、その、なんだっけ、春画の伝統とかもあるから、なんか実は日本の伝統ってポルノ大国なんだよね。<laughs> で、で、まあ、それはさておき、その、なんていうのかな、江戸と今とというか、ね、近代以前と近代以降で、 あのフレーミングが変わったっていうんですよ。で、あの男性間の,そのセクシュアリティ、ね、性行為っていうのも、江戸には自由に描かれていたし、そこには別にそんなに偏見がないわけですよ。だけど、今とその江戸の違い何かっていうと、えー、と江戸ではあのていうの、男女間のセクシュアリティも、男男間のセクシュアリティ、つまり同性間のセクシュアリティも、異性間のセクシュアリティも、両方とも色っていうジャンルだったらしいんですよ。 色を好むとかってで色を好むって時にそれは異性愛も、ね、同性愛も同じジャンルに放り込まれてたらしいんですよでこれが明治になると異性間の、ね、セクシュアリティは愛というフレームになるんですよ恋愛というフレームになるんですよところが同性間の、ねえー、っとセクシュアリティだけは色に閉じ込められてるっていうことを、えー、佐伯さんが分析してるんですねで続きます しかし現在でも同性間のセクシュアリティに関してはこの色に近い概念で捉える人が多く存在する。だからそれがその新宿二丁目って発展場盛り場だよねっていう偏見にもつながってるわけだよね。で、そのような人はゲイにも存在するが、私自身がゲイのネットワークの中で関係性を築き、また性的マイノリティに関連する活動を展開する一方で、授業や講演でセクシュアリティに関連した話をする機会を持ってきた経験から言うなれば、 言うならば、えー、経験から言うならば、同性間のセクシュアリティを色として捉える人は、性的マイノリティではない人が多い。つまり、性的マイノリティ当事者は、同性間の、ねえー、と恋愛というかセクシュアリティをそんなに色として捉えてないんですよ。だから我々が、プラ、だからプラトニックな同性愛もありあ、普通にあり得るし、だからあるに決まってるんですよ、それは。 ただ片思いの同性愛もあるし、ね、両思いの同性愛もあるし、同性愛の三角関係もあるし、我々が異性愛で持っているもの、同性愛の初恋だってあるし、ね、だからだの我々が異性間で持っているすべてのものは実は同性愛にも共通なのになぜか同性愛だけは、えー、恋愛ではなくて色欲みたいな色というフレーミングにとどまっているんですね。 で、当事者は、それのリアリティを、まあ、知ってるというか、体験してるから、別に、ね、私、その、ゲイの人が、俺は、じゃあ、あいつが好きなんだよねって言った時に、それを別にセックスの話としては受け取らない人が多い。だけど、異性愛者、ね、シスヘテロの人っていうのは、えっと、ゲイ同士が付き合ったりとか、レズビアン同士が付き合ったりしてることを、我々の、そのフレーミング、異性愛同士のね、 付き合いとと異なったものとして見るんですよねセックスにすごく結びつけて考えるという傾向があるよと。まあ、これも偏見に基づくことですよね。で、えー、次、えー、続きます。で、それが当事者の、だから、えー、っと、そうですね、経験からすれば同性間のセクシュアリティを色として捉える人は性的マイノリティではない人が多い。それが当事者の感覚とそうではない人のイメージの間に横たわる最大のギャップとなっている。 ただし、現代ではそ,れその概念は色という名で語られるのではなく、それと近接した概念である趣味や思考という言葉で表現される。ゲイやレズビアンであることを否定するときに使われる、また自分にはその趣味はないから。という言葉や、ゲイやレズビアンであることをカミングアウトしたときに聞かれる、人それぞれ趣味はあるから。という返答。 あるいは同性愛を性的思考。これだから思考っていうのが、うん、と指,し指し示すっていうかな。指に向きって書く思考と、いわゆるその思考品ですね。コーヒーは思考品であるっていうところの思考品。この2個の思考があるんですけど、同性愛って、まあその医学的に考えれば思考、つまり、えっと、セクシュアルオリエンテーションと訳されるものなんですよね。で、えっと、で、思考っていうのは、なんていうのかな。 フェイバーじゃないですか。<laughs> ね。その人の趣味思考ってことじゃないですか。で、あるいは同性愛を趣味え、性的思考、思考品の思考ですね。と書き記すことは、そのフレームの典型である。そのような同性愛感は、色、趣味フレーム、格好付き、色趣味フレームっこ付き色趣味フレーム色趣味フレームと呼ぶことができるだろう。だから、シスヘテロであればあるほど、同性愛の恋愛とか、 セクシュアリティというものを色趣味フレームというどの強いレンズをかけて変まあまあ言ってしまえば偏見なんですけどでそういうふうに判断することがあるだからそ,のそれが私にはその趣味がないっていう言葉になっちゃうわけねで異性間の関係に関しては確実に色から近代的愛に移行したのに対し男性同性間の関係に関しては 今なお色フレームが支配的言説として力を持っている。男女の関係が社会的変動の影響を受けやすい婚姻という制度の中にあったことや、同事者のトロを含めて常に書き記され語られるものであったのに対して、同性間のセクシュアリティは近代以降社会制度外の存在であり、 言説空間に当事者の語りが登場したのはここ60年ぐらいのことであったということがその違いをもたらしてきたのかもしれない。だから同性の話になるとなぜね。だから僕が、いや僕実はシスヘテロで異性愛者なんですよねって言ったら、うわ、こいつも女とやりまくってるし、今もやりたいに違いないみたいに思わないじゃないですか、別にね。だけど、 ことゲイの人が自分ゲイ、同性愛者なんだよねって言ったら、うわぁ、今日も男とセックスしてきたのかしら、気持ち悪いみたいな。それってもう完全にフェアじゃないじゃないですか。で、なんでこの非対称が生まれるかというと、まさに我々が見てきた、ね、恋愛ドラマ、恋愛漫画、恋愛小説、あらゆる恋愛に関する物語って99、99%異性愛者のものだったわけですよね。少なくとも今40代ぐらいの人は。 だけど、実は当然なんだけどゲイにだってゲイの方にだって初恋はあるし失恋もあるし片思いもあるし三角関係もあるしプラトニックな恋愛もあるしそして結ばれる永続的な関係もあるよと異性愛と同じなんですよねで同じだとなぜ思えないかそれはまあ非対称な制度によって下支えされてこなかったということそして言説が 表に出ることとがなかったということでことういったことによって小さな偏見っていうのがもたらされ続けてきたんだよということが、えー、砂川さんがここで言ってることですよね。えー、ということで、えー、今回はここまでにしたいと思います。新宿2丁目の文化人類学第2回に続いていきます。最後まで聴きくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。